耳持ちシダは、熱帯系のシダ植物の一つ。大きな小葉を持つ大柄なシダで、マングローブの湿地に生育する。耳持ちシダアクロスティコムアウレウムエールは、イノモト草科耳持ちシダ族の多年生草本である。根茎は、海上で、大きな臨辺がつく。葉は立ち上がり、高さは3メートルにも達するという。傭兵は一メートルになることもあるが、葉全体の中では多くを占めない。 洋芯はタム状を吹くようで、あまり長さの変わらない細長い小判型の列片を多数並べた形、全体としては強調大円型となる。列片には短いがはっきりした柄があり、長さ30から50センチメートル、幅は4から8センチメートルになる。葉は全体に硬く、洋芯も角質で、むしろ熱帯系の葉の広い素鉄類にも似ている。放射能群は、 陽心の先端側の裂片に生じ、その裏面全体につく。一般に丸く突出した部分がある場合に、これを耳状という。例えば葉の基部、いわゆる葉足が丸く突出している場合などに、これを耳状というなどの例があるが、この種にはそのようなものが全くない。どうやら学名の語読に由来するらしく、種小名のアウレウムは黄金色のの意味で、これは 甲子のオグが一面についた羽裏が若い時に黄色を帯びることに基づくものだが、これを大きあアラチャム、耳変のあると孤独したことによるという。湿地に生える。普通はマングローブ林の湿地に大きな群落を作る。根元はごく湿った泥の中にあり、往々に水に浸っている。マングローブを生育地とする唯一の死だ植物とも言われる。 マングローブ広報の湿地に出ることもある。世界の熱帯域に広く見られる。日本では、琉球列島や重山諸島の石垣島、西表島と与那国島にある。ただし台湾には見られない。この属には他に世界に3種ほどがあるが、日本では、この種のみが知られる。この大きさと姿に間違うようなものは他にはない。実質的な利用例はない。日本では、 その分布域がごく少なく、熱帯系の得意な植物であることから保護を受けている。ただしその生育地が山間牧地ではなく、平地にあるため、開発の影響を非常に受けやすい。石垣では、メイクラアンパルに群落が見つかっている。入表島では、数カ所の生育地があり、星立の群落が国指定の天然記念物に指定されている。与那国島では、 クベラミトシッチの群落が町の天然記念物に指定されている。いずれも生育面積は狭いが生育の状況は良い。ヤマト谷社のレッドデータプランツでは育ちすぎて刈り取られるくらいなどととても RDB 植物に対するものいいとは思えないような書かれ方がされているほどである。イリオモテ島の生育地イリオモテ島のある 生育地はこの島の周遊道路に隣接しており、簡単にその姿を観察することができる。草が深く、先島ハブが潜んでいる、可能性もあるため、手で触れるほど近づくのは難しい。道東では、農地とほぼ隣接して生育しているところもあり、その排水工事などの影響によって乾燥化が懸念されるなどといった論議もある。ありがとうございます。